はい、それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は商談はいつから商品、商談時にいつから商品説明を始めればよいかということでご相談いただきましたのでお答えしていきたいなと思います。えっ、ー、と、ご相談内容がポイントを取ってお客様と会った時にお話しする内容を教えてほしいです。いきなり保険の話するのは良くないですよね。えー、どこのタイミングで保険商品という言葉を出したらいいのか教えてほしいですということで、まあ、保険の営業されている方からですね、えっ、ー、と、商材説明の話をどのタイミングでする、 でその手前でどんな話をしたらよいかということでご相談いただいたので、えー、それについてお答えしていきたいなと思いますでまず商品説明するタイミング始めるタイミングなんですが基本的な相手が商品の話を聞きたくなったらするっていうのが基本的なやり方ですねあの結構多くの営業が、まあ、いきなりあじゃあちょっとこちら弊社の商談についてご紹介しますみたいな形で話し始めちゃうケースが多いんですけどあの 聞くモチベーションができてないタイミングでの詳細説明ほど苦痛なものってないんですよね。なので、まあ、アポイント取ってくれて、アポイントくれたから、とりあえず商品の話は聞いてくれるだろうっていう手で話はしちゃってると思うんですけど、相手側がです、ね、自分に対しての警戒心であったりとか、まあ、自分のことを理解してくれたなという信頼がないタイミングで、どんなにまあ商品説明のプレゼンがうまかったとしても、そこでやっぱり伝わりきらないんですよね。 なので、まず商品説明をする手前でやらなきゃいけないことが次の質問にもらったところでつながるんですが、やらなきゃいけないことは、まず自己紹介なんですよ。自己紹介ちゃんとやって、ヒアリングで相手のことを分かると、要は自分のことを伝える、で相手のことも理解する、だから双方を理解し合ったタイミングで初めて商品説明なんですよね。 なんでまあアポイントを取ってるので、なんとかな件で、この話をさせてもらいますねということは、アポイントの中で伝えてると思うので、商品の説明をするということは、あ違和感ないと思うんですが、双方の理解が進んでから、初めてお客さん側は、ま、あ あなたは何の話したいんだっけみたいなことって聞きたいという気持ちが生まれるはずなんですよねで。逆にそれができないタイミングであれば、商品説明しないで買えるぐらいのことでも OK なんですよ。要は別にその場で受注が仮にもらえなかったとしても、将来的にどこかのタイミングで受注になったりとかを取引ができれば OK なので、一旦ちょっとそういう目線で考えていただきたいなというところでございます。で、じゃあ自己紹介とヒアリングって言いましたけど、何を話せばいいのかっていうところなんですが、まず自己紹介をする理由は、もう一回、D、目的から戻る。 と,と警戒心をなくすことなんですよ。 なので、基本的に営業マン、営業ウーマン、まあ、営業パーソンに対してお客さんが、相手側が思っていることっていうのは、変なものを売り込んで、変なものというか、まあ、とにかく売らなきゃいけない立場の人って思ってるケースが非常に強いんですよね。なので、とにかく売らなきゃいけない立場の人は何をするのか、まあ、多少自分に合わないものであっても、押し売りしてくるとか、売り込んでくるっていうふうに思われている可能性が非常に高いんですよ。なので、私はそういう人ではありませんっていうことをちゃんと伝えなきゃいけなくて、そこで伝えるべき情報 っていうのは私なんで保険会社の営業をやってるかであったりとかこれまでの自分の経歴であったりみたいなことを、まあ、あの伝えていくのともう1個は結構私があの営業代行とかの話をさせてもらう時とかの鉄板の話の流れっていうのはなんで独立したのか起業したのかっていう話と、まあ、それまでちょっと野球やってましてみたいな話大体2つなんですよね。 で、なんで起業したのかっていう話をすると、要は私、営業で負を感じていて、ね、まあ、正直に言っちゃえば、昔ブラック企業で営業やってたんです。で、そのブラック企業の営業っていうのが、売りたくないものもとにかくノルマ達成のために売ってこいとかですね、あの超ブラックでもとにかく深夜まで働けみたいな感じで、それをまあ平気でやらせるような会社だったんで、なんかそういう会社の営業の仕組みを何とか変えたいなと思って独立をしたんで、まあ、今こういうことやってますみたいなこととか言うと、いや、めっちゃ分かる、どこの会社みたいな風に話できるんですよね。 実はこの会社なんです、みたいなふうに、社名も言っちゃうんですけど、今は言わないですけどね、あの、言うと、ああ、そこね、わかる、みたいな。これ共感なんですよ。なので、相手との共通点がどんどん増えていくんですよね。で人っていうのは基本的に自分との共通点が多い人ほどまあ仲良くなりやすいっていうところがあるので、共通点が、例えば地元が一緒みたいなところとか、そういう、まあ、あればベストなんですけど、考え方が似ている近しいみたいなふうに思ってもらうのも大事なんですよ。なので、あの会社ブラックだよね、みたいな話とか、それってやっぱすごくわかりやすくて、で共感、 同じ考えを持っている人って思ってもらいやすいんですよ。なでそういう関係ができている 作っていくっていうのが最初のタイミング。なんで、自己紹介をしながら、相手との共通点がないか、もしくは相手が共感してくれるポイントを示して、共感してくれたら分かってもらってありがとうございますみたいな形で、まあ、自己紹介をしながら、相手に自分のことを理解してもらうっていう形になります。で、次がヒアリングで、いや、ちょっと自分のことをいろいろ話しすぎましたわみたいなところから入って、で、ちょ,ちょっと、あの、ま、ご提案させていただく前に、あのー、御社のことだったり、まあ、〇〇さんのことを教えていただきたいんですけど、今ちょっとどんな状況ですかみたいなところとかで、ヒアリングをして、 いきながら、まあ、ぶっちゃほんの悩みって何かありますみたいなこととか、まあ、家族の構成だったりとか、なんかそういうところで悩みをダイレクトに聞くパターンと、悩みが生まれるであろう環境の状況とかを確認するんですよ。子供何人いますかとか、あじゃあ予約費のこととか、お悩みですよねみたいなこととか、えー、とお父さんのお母さんのご健在ですかみたいなところとかですね。あとはまあ老後のための貯金とかってされてますかみたいなところの、まあ、そうやって、 いきなり悩みがボンと出てこないから悩んでることありますみたいなことに出てこない場合は、まずは状況を確認して、そういう状況の人は、例えば年齢とかも含めてですね、状況の人はこんな悩みを抱えてる人多いんですけど、どうですかみたいなことをしながらヒアリングをしていく。で、あ今のお悩みであれば、うちだったら多分解決できる選択肢あると思うんですけど、ちょっとお話にご点させていただいてもいいですかって言って始めて商品の説明ですね。 OK もらえたらです。なので、まあ、まず自己開示、自己紹介をして、相手に自分のことを分かってもらう。で、ヒアリングを通して、相手のことを理解する。それができたタイミングで、自分がこれを伝えればお客さんのためになるなっていうものが見つかったタイミングで、ちょっとこういう話させてもらってもいいですか、運転させていただいてもいいですかと伝えて、商品の説明に入る。これがまあ基本的に一番営業の流れとしてもスムーズで、かつ相手もちゃんと話を聞いてくれて、かつ自分の言葉を信じてくれるという可能性が非常に高いので、でちょっとその目線で。 のの商談の流れれをんんでいいいいただけるとと良いんじゃないかなか思いますあのこれよくマーケティングで言う話なんですけど、メールとか広告っていうのは基本的に読まない、信じない、動かないみたいなところっていうのが鉄則の三原則で言われてるんですよね。なんで、自分の話読まないではなくて、ちゃんと聞いてもらえない。だからちゃんと聞いてもらうためにまず関係を作る。で、信じてもらえない。信じてもらえないっていうところをなくすために、ちゃんとヒアリングをして、相手のことを理解してますっていうことを伝えて伝えるというか、分かってる上で提案をする。で、最後行動させるために魅力的な提案をするって形で、人の動き、まあ受注 につながる提案っていうの繋が,がっていくので,で、ちょっとその点を意識いただいて商談頑張っていただきたいなと思っております。はいということで今日は商談はいつから商品説明をすべきかということをテーマでお話しさせていただきました。えー、今日の動画が参考になった勉強になったなという方はぜひチャンネル登録高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。